入社2ヶ月目で G7 広島サミット歴史的瞬間を伝えるです。ありましたね、はい、いやこれはね広島のマスコミとか、まあ、広島で関わった人にとってのこの1年のまずねベスト3に入るね。そうですよね。もう私入社2ヶ月目でこのバタバタを経験したんですけど、まあ、去年の5月もう各国の首脳が広島に来るっていう一大イベントで、あの先輩のアナウンサーの皆さんは特番や、うん、あのリポート中継で皆さん社外に出ていたので、うん、本当に皆さんいろんなところ行かれてて、で私はあの定時ニュースを担当ということで、うん、それも大事、はい、ヒロテレの中にいたんですが、うん、もう忘れもしないのが、うん、ゼレンスキー大統領が広島に来たタイミングで、はいはい、そのゼレンスキー大統領が広島に到着した20分後くらいに夕方のニュースがあったんですね。でそれを私が読むことになっていて、もう会社中がドタバタで、うん、あの誰も相手にしてくれないよね。そうなんですでも原稿が出来上がったのが本当に1分前とかで、放送の入社2ヶ月目で初見でこの大事なニュースを読むっていう経験を しました。もう手が本当に震えまして、うん、でとちらずにでもやりきった、やりきりました。あれは忘れられないですね。しかも普段のニュースって大体1本、まあ、50秒から、まあ、1分くらいのものが多いんですが、1つのニュースにつき、はい、このゼレンスキー大統領のニュースは重大だったので、2分45秒くらいでしたかね。ああ枠を全部使ったわけですね、はい、ローカル放送枠を。そうなんです。だからそれくらい長いニュースを読むのも初めてで、みんなが注目しているニュースっていうことで、これは緊張しました。いやでもそれをやりきるからそんなにすごいわちゃわちゃっとならないところが入社2ヶ月目で、まあ、2ヶ月も経ってないくらいでね。はい。いやでもこうやって言ってくださってますけど、あのその私が初見でニュースを読むってなった時に、報道の周りの皆さんみんなざわついた、あこれいたってやってました。あのサブという後ろで放送をいろいろ調整する場所があるんですが、はい、そこの皆さん、うん、私がスタジオに入っていく時やってました井上さん、そうなんです、井上さん君の肩にかかってる、これが君の下にかかってる、そうなんです。ただこれを一番したいのは私ですっていう思いでみんなよりもこれでもうこんなんで読みましたね。手汗をかいて、はい、ブルブルしながら、ブルブルしながら、もう足とかガクガクで、ガクガクでここしかね画面でね映ってないけど、ね、そうなんです、そうなんです、もう下はガクガクになってて裏ではみんながこうやってやっててっていう思い出があります。出てきた瞬間みんなどうだった、拍手した、拍手拍手が起こってた、しかも社長まで降りてきました、社長も見てたんだ、社長も見てました。だからそれくらいやっぱり到着したっていうのが広島にとって本当に大きいニュースで、しかもあのウクライナ侵攻のこともありまして、そうです、ね、本当に注目されていたんですね、ゼレンスキー大統領の動向っていうのが、戦争真っ只中の国の主、ね、トップの人がその国を開けてまでして、ね、危険もあるし、その、まあ、他の国を経由してきたわけだけど、そういう危険も犯しながらこの世界的な会合に来たっていう、しかも、まあ、原爆で一時壊滅した経験がある広島に来たっていうことの意味ね。はい、そうでしたね。それは確かにもうすごく重たかったね、あの一日土曜日だったね。そうでしたね、まあ、その後資料館とかも行っていて、うん、本当にサミットっていうことだけではなく、うん、その広島の平和っていうところも関わりがある、うん、本当に大切なニュースだったので、それでもね、未だに戦争が終わってないっていうのはちょっと本当になんか虚しさとか、うん、どうしたらいいんだろうって思うところだよね。はい、もうそれだけ国際的なニュース、うん、まあ、大きなイベント、ね、国際会議だったわけですね、うん、はい、お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。でもあの井上さんはもしかしたら生涯またこういう、ね、G7 サミットとか大きな国際大会を経験する時が来るんですきっと。あ、はい、可能性としてあるかもしれないですよね、生涯、まあ、広田レビーに至れですけど
なそれ何か知ってるみたいな生涯ひろてれに言ってくれたらですけどもちろん頑張りたいです